皆さんこんにちは。今日の行慶先生との対談の講師は橋口祥慶先生です。いつもニコニコと朗らかな先生です。それではスタート。皆さんこんにちは。旗付き処方学院の林田行慶です。本日は橋口祥慶先生を迎えて対談します。はい、橋口祥慶です。よろしくお願いします。橋口さん、書道ですけどね、はい、大体いつ頃から始められたんですかね。はい、小学校4年生の頃に習字教室っていうかそういうところに行きまして、まあ、結婚するまでずっと続けていて、結婚してからピタッとやめてしまったんですけれども、まあ、15年ぐらい経ってから赤月処方学院のカルチャーセンターのチラシを見て、またぜひやりたいなと思って、筆ペンとボールペンを始めました。あ、そうですか。はい、それではきっかけでね、はい、結婚するまでずっとやってはったわけですね。はいはい、結婚するまでいくつで結婚しはったかちょっとわからないですけど、まあね、そのぐらいで、はい、そうですか。えらい熱心にやってはったみたいですね。はい、好きでしたから。はい、で、画号を最初私がところに来られた時からも、はい、画号を持ってられましたもんね。はい、そうなんです。先生と同じく慶という字がついていまして、それで最初はいや、その画号を使っていいものかどうかすごくちょっと恐れ多いなと思ってたんですけれども、私が直接最初に教わった先生に、いや使っていいんですかって院長先生に聞いていただけませんかっていうふうに聞いたら、院長先生から OK 出ましたよっていうふうに言われたので、はい、画号なんですけどね、はい、大体最初に、はい、習った先生が、はい、あ、この人は優秀だと認めたら大体画号をつけるというふうに考えてるんですけどね。だから私の父親も一番最初の先生につけてもらった画号が最後ね、晩年までの画号になりましたので、先生3回ほど変わりましたけど、そうなったということです。だからご心配なく、だからそれ不思議なことにこの方の祥慶の慶が行慶の慶と同じやったので、その時びっくりしましたね。なんか私もちょっとびっくりしてなんかこれもご縁かなと思っていい風に考えました。それであとね、生徒さんですね、生徒様が熱心な生徒さんが多いようで、生徒さんに教える教え方でなんか自分がこうやってるとか決めてるようなことはありますかね。すごいこだわりとかはそんなにないんですけれども、とにかく丁寧に具体的に丁寧に指導させていただくっていうことと、本当にありきたりなんですけども、一生懸命頑張るっていうか、そうすることで生徒さんも自分も充実した時間になれるかなと思って、それぐらいですね。それがいいことですね。なんか私もそう思います。生徒に一生懸命教えてた自分も充実して、生徒さんも充実して、また教えるのも楽しくなって、習う方も楽しくなると、こういう具合になるんですね。そういうのが理想的やと思います。はい、理想です。で、あと書道以外のことをちょっとお聞きしたいんですけど、書道以外にどんな趣味を持たれてますか？はい、コロナ禍になる前は、毎年いろんなアーティストのライブを行くのが楽しみだったんですけれども、ちょっとこんなご時世になってしまったので、それは全然行けずに、コロナ終わってからの楽しみにとっているんですけれども、今はできることをしようということで、ヨガとピラティスをずっと頑張ってます。そうですか。で、コンサートでどのような、大体主にどのような方のコンサート行かれるんですかね？もういろいろなんですけれども、なかなかチケットが取れなかったサザンオールスターズとか、ミスチルとか、福山雅治とか、ゆずとか、小袋とか、ジュジュとか、いろいろです。我々でも知ってるような名前ですね。これはよかったですよ。はい、はい、私も今でもサザンオールスターズは車に乗るときかけてます。 あとはね、
私に何か聞きたいことがあるということですね、はいはい、そうですね。ちょっと今こんなご時世で本当に自由の利かない毎日があるんですけれども、先生はこのコロナが落ち着くっていうか収束したら一番何がしたいんでしょうか。私はね、はい、もうしたいものは一つなんで、この間もちょっとこれで言うだかもしれないですけどね、とにかく世界にコロナが落ち着いたら、まず中国に行きたいんです。中国の、友達にちょっと会いたい、上海に会いたい友達がいてまして、それで、まあとにかく上海に行って本屋とかに行ってみたいですね。もうずいぶん行かれてないんですね。そうなんですよ。ただもうオンラインで連絡だけなんですか。もうオンラインってそうそうそうですね、この頃便利なのがね中国にもありますからね、まあLINE みたいなやつが中国版がありますのでね、はい、やってありますチャットですか、ね、チャット WeChat、はい、WeChat、うん、今はやってないですけど、だこの間も中国の人にそれでね送ったら、うん、返事返ってけへんちゃうかなとすぐ返ってきました。すぐね、楽しみですよね。行きたいですね。はい、本日はいろいろとお聞きしまして、どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。生徒さんには子育てとか、仕事や介護とかご自身の体調のこととかでなかなかお稽古に通う時間がなかったりもする場合もあるんですけれども、細く長く続けていけ行っていただければなと思います。それでそれが書くことが日常の楽しみの一つになればいいなと思っています。